はい、では今日はモヤモヤ解消コーチ養成スクールのゆりえさんにインタビューをしてみたいと思います。ゆりえさん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まず初めに聞きたいことは、ゆりえさんがモヤモヤ解消コーチ養成スクールに入ってみようと思ったきっかけを教えてください。はい、私は教育のビジネスをしてるんですけれども、で、私自身はやりたいことをすごい、自分ではできてるって思ってたんですけど、はい、結構その自分でいろいろできちゃう環境にあるので、うんうん、本当にいろんなやりたいことっていうのを、うん、見境なく手を出してしまう。うんうんうん、いうところがあって、うんうん、やりたいことをすごいいっぱいやってるんだけれども、うん、なんかだんだん時間がなくなっていくと、うんうんうん、いうことで、なんかやりたいことやってるんだけれどもなんか満たされないみたいな、うん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 、なんかこう時間がなくてやりたいことをこう強制的になんか無理にやってるような気持ちになってきて、うんうんうん、親って思ってたのと、うんうんうん、あと私の生徒さんもなんか自分でやるっていう風にこうクラスに入ってくるわけですけれども、やっぱりこう行動に移すことができないという人がいて、で、まあ、そういう時にどういう風に言ったらいいのかなってこうアドバイスもらって、なかなかこううまく響いてないというか、うん、うまくアドバイスができなかったので、うんうん、その辺にすごくモヤモヤしてて、うんうんうん、で、ルンさんのモヤモヤ解消コーチングを受けようと思いました、うんうんうん、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ受ける前と受けた後の、その、まあ、変化を教えてください。はい、受けた、まあ、後は本当にこう、そうですね、やりたいことっていうのをしっかり私自身はこう選別というか優先順位をしっかりつけて、整理して、本当にやりたいことをやりたい状態でできるようになったっていうふうに思ってます。で、あと生徒さんに対しても、うまく時間が取れないとか、っていう人に対して、私以前はすごいなんか、こういうふうにしたらいいよっていう、結構具体的なアドバイスを出してたんですね。なんか選択肢みたいな感じで、こういうふうにするのもできるし、こうしてもいいと思うし、こういうアイディアもあるよみたいな感じで、いろいろ私から提案するみたいな感じだったんですけど、やっぱりその人自身と私で状況がやっぱり違うわけなんで、やっぱりこうそのアドバイスをうまく取り入れられない人っていうのが多かったんですけど、ルーさんがされてるみたいに、こうなんか人のなんだろうな、どうしたらいいってすごい、ルンさん聞かれるじゃないですか、私もそういう風にするようになったんですね、そしたらやっぱり自分で考えるんで、なんでそれでちゃんと自分で解決できるようになって、でやっぱり自分で決めたことだから、自分で解決方法も見つけたから、なんかうまくこう生徒さんも行動できるようになったんじゃないかなって思ってます。よかったです。はい、ありがとうございます、ありがとうございます。ではゆりえさんの、はい、これからの夢を教えてください。はい、私はですね、音楽が好きなので、なんで、ちょっとコンサートにもうちょっと行けたらなって思ってるのと、で私自身ピアノの先生をしてるんですけど、教えてばっかりなので今は、
で奏者としては活動してないんですけれども、うん、ちょっと弾く機会とかを作っていけたらいいなって思ってます、うんうんうん。まあ、最近あの夜更かしも、うん、しなくなったので、うんうん、おかげさまで、うんうん、なのであの顔色よくステージに立てそうです。うん、うん、よかったです。本当に時間がないって言ってましたもんね。そうですね、本当にこうやることに追われていたんですけど、うまく整理できるようになって、夜更かししなくなったので、今までやってたことってもうやらなくなったことが多くなったってことですか？そうですね、あのやらなくなったこととかもあります。人に任せられるところは任して、で、まあ、そんなに優先順位低いことはもうやらない、うん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 、っていう感じにして、うん、もう結構こうなんだろうな、あれもこれもやりたいっていうのはなくなりましたね。うん、本当にやりたいことが分かったってことですよね。そうですね、うんうんうん、よかったです。はい、はい、じゃあ今まだ、まあ、心の声が聞けてなくてもやもやしてる人にゆりえさんから何かメッセージをお願いします。はい、私自身もそうなんですけど、うんうん、まあ、今もやもやしている人っていうのは、うんうん、まあ、自分の中でずっとぐる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 考えてる状態だと思うんですよね。うんうんうん、やっぱり何かしらこう気づきがないと、うん、そのぐるぐるからは抜け出せないと思うんですよね。うん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 、なので、まあ、私はルンさんのコーチングでこううまくいったので、うん、まあ、そのぐるぐるを断ち切るために、うんうん、こう新しいというか外から何かを入れるっていうのはすごい大事だなって思ったんで、うんうん、ハルンさんのコーチングを、おすすめします。おー、ありがとうございます。はい、嬉しいです。はい、じゃあありがとうございました。あ、はい、ありがとうございました。はい。